まだ始まりました、もちつちゃんです。さあ今回は、はい、みねです。はい、はい、そうですよ。みんなまだ覚えてないですから。さてさて、いよいよ開示でございます。成績開示が出てきたんですが、その受けたところは今回は立教今回って、ね、今回じゃなくて、はい、今年は立教大学と、はい、中央大学と明治学院の成績、立教中央明学を受けたわけですね。それでどんな感じだったんですか。あ、全部ダメでした。受けて、で3大学の何学部受けたん。国際学部1学部ずつ受けました。あ、じゃあ3つしか受けてないってこと。そうです。3つで受けた、すごい受験の仕方だな。いや、あの立教大学は4日間受けられるじゃないですか、うんうん、それでも他は無理なんだったら1つに絞っていこうと思ってて、うん、まあ、なるべく少なくして。あ、それ4日受けたの。4日受けました。あ、そういうこと。じゃあそれ3学部だけど、はい、5日え違う6日、まあ、やったってこと。そのはい、そのはい、あららら、すげえ。共通テスト利用とかはやってないってことですね。共通テスト利用は、うん、まあ、ないですね。はい、うん、だ協定が使われてたかもしれないし、いやでも英検が使われてたかもしれないもんね、立教は。あ、英検で全部使いました。まあ、はい、じゃあ分かりました。どうだったのか見ていきますか。で、中央大学の英検利用で、うん、中央の受験で先生から勧められたやつを。中央の何学部なんだこれは。国際経営です。国際経営が、はい、56点。国語のみ、はい、最低点とか。あ、最低点見てないです。そういうのを見ていこうだけ、はい、え、入れんじゃないんだ。明治学院の方が出ますって出ました。ウカロでどっちも表示されたんですけど、明治学院だと最低点を出してくれてます。明学が、明治学院大学の国際学部国際学科、はい、合計点ですね。83.60、はいはい、国語が 45.20、世界史が 38.40 ということ で合格最低点が 105.00 ですから、はい、だいぶ離れてますね。なるほど。英語外部試験に。これ外部試験のやつは点数にならないってこと？もう免除でおしまいってこと？一応換算して終わりみたいな感じ。準一級取ったんだっけ？そうです。はい。準一級取って。多分90点くらい。多分点数換算。あったと。まあ。ああ。なるほど。でもこの合格最低点っていうのは、何なの？そうすると。どういうこと？いや、わかんないです。わかんないかい。そう、はい。もう受験ちゃんと、知って受験に行ってください、みんな。はい。あ、でもこれだけだとね、だいぶ足りん。と思いますけど、初点は国語は大体安定した、うん、まあ、60点台くらいだったんですけど、うん、世界史がこれ一番最初に受けた受験なんですけど、うんうんうん、一番低かった気がします。そう、明学なめちゃいけないですよ、本当に浮かんだ人いっぱいいるから。はい、はい、続いて立教ですね。立教はどういう風に出るの。本当にこれ一応初点らしいですね。え、これ4日間分あるってことは、これがこれあともう1個あります。はい、なるほど。ってことは異文化コミュニケーション学部、立教大学ですね。異文化コミュニケーション学科。はい、最初が2月12日、が国語ですね、100点中の90点、はい、世界史が150点中の78点。はい、なるほど、低くね。国語も半分いってないじゃん。まあ、あの最終日ちょっと上がったんですけど、うん、ちょっと古典をもうちょっと固めるべきだったなと思ってました。12日は全然ダメだったってことですね。はい、そうですね。これじゃあ国語半分いってないからね。はい、で続いて2日目、2月13日です。2月13日は、はい、国語が200点中122点、はい、6割に行きました。で世界史が150点中の99点ですね。なるほど。最終日だったんですけど、液化したって聞いたんで、多分液化以下ね。あ、以下以下、はい、簡単になった。はい、だから簡単だったってことですね、13が。はあ、その次が多分こっちが社会学部の方だと。ああ、こっちは社会学部、社会学科。日程が映ってないけど、これは。これは、あれですね。2月6と8。うん、はい。2月6日。はい。じゃあ学部2つ受けてるじゃん。学部2つ受けました。もう。はい。嘘をやめてください。すいませんでした。はい。2月6日が、国語100点中52点。はい。半分。世界史100点中34点だよ。はい。低っ。これじゃあまあ無理でしょう。はい。社会学科もだって人気あるもんね。そうですね。そして2月8日ですね、社会学部社会学科は国語100点中54点。なるほど。そして世界史が100点中39点、うん、ちょっとしか上がってないな。
この、まあ、この後に、それで用語集回して、まあ、ちょっと上がったかなっていう感じで終わっちゃいましたね。はい、じゃあ、世界史が全然ってことですね。世界史全然です、はい。あれだね、英語年内受験ってやつですね。英語はもうさっさと終わらして、はい、その後に国語世界史でってやったけど、でも全然世界史が間に合ってない。そうですね、まあ、準1級も第2回で取ったんで、うん、もうほとんど、準1取るために割いて、で、夏休みも結構世界史回すつもりだったんですけど、うん、できなくて、で、間に合わない間に合わないってなって口にもう、うん、何してたのその2教科しかないのにいや一応やってたんですよ、うん、まあ世界史がせ、まあ、学校の授業で受けたところはできたっていうか、うん、1学期だけ最初学校のペース合わせてたんですけど、うん、どう考えても間に合わないそうだよ間に合わないで近代以降を学校やってたんで、で立教大学傾向が違うんですよ、うん、で独学でやってたんですけど、うんそれだときつかった。最初なんかもう地図も分かんない状態から始まったんで、うんうん、全然間に合わなかったと。そうです、はい、甘く見ちゃいけません受験を、間に合うんじゃないか余裕でみたいなね思ってる人多いけど、もう今ね5月ですけど、もう5月の段階で多分ね予定通りに行ってなくてビビってる人たちいっぱいいると思いますよ、高校生も浪人生も、はい、もっと伸びてる予定でみんなやるんだけど、そうはいかないです。そしてあれよあれよと受験の日がやってきますんで、はい、とにかく早め早めに動くことが大事、まあ、英語も、まあ、欠点がいっぱいまだあるんで、うんまあ、1年じゃ全然足りなかったなみたいな感じですね、うんうんうん、で英検受けるわけでしょ。受けます今回は。なるほどね。塾でやってもらってるんで世界史とかは。で英検第1回終わったら、うん、ペース上げて、まあ、やっていければいいかなって思ってるんで。前の CSS スコアは何点だったの。2359、47で、うん、どっち47です。2347でした。はい、で2回受けたんですよ、うん、同じ時期に、うん、先に従来型で受かった後に SGBT を受けたんですけど、うん、それは2357点だったんですけど、うん、一時が一応落ちてました。 SGBT そうです。で落ちてた。なるほど。だから点は高かったけど落ちてたってこと。そういうことになると。あの、まあ、2357で、あて、あの合格点は超えてたんですけど、うんうん、一時のスコアが足りなかったみたいな。落ちた時の従来型の後にもう一回受けたやつなんですよ、うん、あの保険として取っといたみたいな、うん、一応合格点はこう2303点じゃないですか、うん、で超えてたんですけど、まあ、あこっちは一時不合格になってました。あの SGBT があの同時に受けられるじゃないですか。知ってるよ。だから SGBT は不合格だったってことでしょ。後日受けたやつが不合格だったってことなんで、まあ、結構ギリギリっちゃギリギリだったって。別に関係ないじゃん。だって合格不合格は判定に関係ないから別に。まあそうですけど、確かに。だから高く出た方がいいわけで、はい、点数がね、はい、別に高くないでしょ。高くない方です。こっちがもう一個の方が、もう一個の方が2347でしょ。はい、横山さんが来ましたけど、はい、なるほどね、はい、そういうことで、え、あ、横山にどっか座ってて、その辺座って、英検のじゃあどんなレベルなのか、ライティング、はいはい、危ない、倒れるからね、それ足取っ払ってるから。え、ちょっと待って。 Yeah, I think it is as effective as traditional classes to take online. ああ、意図が指すのがオンラインコースですってことね。まあそうだろうね、普通に考えてネイティブは it is おかしいと思うよね。そしたら後ろにトゥーフ不定詞が出てきて、はい、ただ比べてるものがね、こっちトゥーフ不定詞なのにこっちトラディショナルクラスだから比較対象は合ってないですけどね、はい、We have to exploit。 そう、一応活用するって見たことあったんです。 exploit マイナスの意味ですよ。 exploit そこで見ておりました、はいはい、strange ですよ、それですね、はい、in these days in つけちゃダメです。 these days には。わかりました、We can use the internet。 一応 I は大文字ですね、はい、More convenient than before。 めちゃめちゃですよ、瀕死で、ここで SVO の後ろに形容詞ある。And its technology is improving dramatically. Its technology とは何？何のテクノロジー？まあ、オンラインっていうことを言いたかったんですけど。In other words, the environment of the internet is very practical. あ、very practical tool にしようって言ってたのね。だと書いて、あ、これそうだとこうも直されてるわけね。はい。We can accept high quality online lessons anytime. It is basically not only time, but we can repeat some contents if we get lost. 意味がさっぱりわからないです。多分セミだと。同じ内容を繰り返して見ることができる。まあ、どちらにしろね、あの、いわゆる it の対応するっていう癖がありますね。it の対応はしないでください。はい、そこを使うか
水普通に向こう使えるのに、なんで撮影中に水使えるんですね、もう。はい。ほら、見て、in addition, it tends to be comfortable for us to pay fees. でもさ、it の対応がとてつもないね。はい。で、なんでお金を使うことが comfortable なのかよくわからんし。The cost of traditional classes is inclined to be higher. B とされてよくわかんない。than the other, the other ってもう一個しかないんです。If you can keep motivations at all, you might as well. 全然ダメです。はい。文法も崩壊してるし、内容も崩壊してるね。はい、だ何が言いたいのかわかんないですね。やっぱ使える表現をもっと増やしていかなきゃいけないって感じかな。はい。そういうことでございました。ぜひアドバイスください。はい。ということでした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.